なんだこの歌、どっかで聞いた。浮いてる。長野第四中学での生徒大量殺人事件、その被疑者として君を連行する。極めて異例ではあるが、五十嵐元太被告を死刑に処する。そんな嘘だろ。ヘッドマンワンダーランドは特殊な監獄だ。完全民営化に伴う独自の管理体制や、ガンタとシロは友達だもん。この刑務所で生きていくためにはどんな嫌なルールも守らないと。それが死刑ルールだ。マザーグスシステムが停止。レチッドレッグを出す。なんでここに。ガンタ君大丈夫。入所検査中です。五十嵐元太くん、明日君はショーに出るんですよ。あっち楽しませてくれよ。俺が君が出演するショー、ちゃんこになって死ぬんだ。僕のおもちゃになるんだ。一応があんな最低の気分はもう真っ暗だ。やらかせ、死刑にするならしてみやがれ。俺は最後まで俺のルールを貫いてやる。さっきは悪かったな。五十嵐元太君、反体制組織スカーチェインリーダーの剣ヶ峰凪と申します。我々の計画にぜひ五十嵐君にも協力していただきたいのです。計画？デッドマンの集団脱獄、吸収破獄計画。この鎖を断つために。お遊戯はさっさと終わらせてください。わかってるよ。一人ずつ処理。幻覚。大デッドマン部隊アンダーテイカー。残念な罪の枝が。罪の枝が来た。アンダーテイカーだ。突っ走。シロ、何やってんだよ。待ってろってあんだけ。やだ、ガンタと一緒にいる。ここにあるのは恐怖、抑圧、裏切り、絶望。ガンタ、ガンタ！弱くてもここが狂ってても関係ねえよ。俺は大事な友達を守る。暴動犯確認。